開発された都市、便利な街っていうことと自然が豊かであるっていうことの、うん、この隣接度合いが俺とても大切なんじゃないかなっていうふうに思うんだよね。住む場所の魅力って多分ビジネスをすることの魅力とこう直結するのかな。はい、皆さんこんにちは。これから編集長の神野です。岡山学園大学の佐藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この動画は皆さんのこれからに寄り添いキャリアに役立つ知識をシェアする動画となっております。ぜひ自分色に合った知識を見つけてコレクションしてみてください。本日は今札幌を含めて、まあ、札幌の近郊、うん、北広島市とかもそうなんですけど、うん、まあ、いろんなこう再開発が進んですごい盛り上がりを見せてるなとは思っているので、なんかその札幌の再開発からまあこれからの札幌の盛り上がりだとか、まあ北海道全体でもいいんですけど、なんかホットな北海道に期待することとか、ビジネスチャンスがもしなんかこういうことありそうとか、そういうお話があれば先生にお伺いしようかなと思います。でもなんかこう最近札幌中心にね、あの北海道っていうか、まあ開発がすごい進んでるタイミングとか時期だなっていうのはすごく感じるよね。見てて面白いというか間開けていけばなんか結構景色変わったりもしてますし、そう、ね、前からずっとあったね、その、まあ、4プラとかそういう施設とか、うん、もうどんどんなくなったりとかするとこれからどうなっていくんだろうっていうワクワク感は本当に一般人としても感じてますね。まあなんかこう断続的にその開発っていうのはね、各地域でもちろん行われていて、俺の記憶だと大阪が10年ほど前ぐらいすごく一生懸命梅田周辺をきれいにして、今やもうなんか全然大阪っぽくない東京みたいな街に梅田周辺になってるとか、こういろいろあって、この間長崎行ったらさ、長崎駅前もなんかすごい再開発で、なんかでっかいビル今工事中だったんだけど建ってて、合わせて周りにホテルがね建設されてたりとかっていうのが、やっぱその一つ何か大きなランドマークができるとその周辺も一緒にこう再開発をすることが多いので、それがこうなんていうのかな、まあ開発することの魅力っていうかインパクトなのかなと思うと、札幌はその意味では札幌駅周辺がもうここ5年から10年の間でかなりこう再開発が進んできていて、大きなビルが建って周りに何かが建ちみたいな、うん、結構あって、創生スクエアもそうだし、今もねあの札幌駅周辺ではいろいろね工事進んでるよね。で最近になるとこう大通りも結構その古いね、あの池内がね新しくなったっていうのはこの間になってたけど、はい、いわゆるファッションビルだよね。そういうものもどんどん新しくなって、4プラもそうだし、どんどん再開発が進む、うん、でそうするとなんか北海道のネタで言うと、まあ、ボールパークが来年できますよねっていうこと、あと新幹線が来ますよね、まあ、札幌駅周辺はねこの新幹線を意識してるのね、なんか今の一番北海道で高いと言われる JR タワーよりも高いビルが建つってね、うん、こう噂になっているし、でその、まあ、再開発で言うとこう新札幌の駅周辺も結構な再開発、ね、そうですよね、あの副都心って呼ばれるところなんだけども、ずいぶんねニュータウン開発してから時間が経ってたんだけど、最近は大学もねできてキャンパスもできて、で新しいビルとかねもう今工事してるとかっていう、でオリンピックももしかしたら来るかもしれないみたいな上がり方、まあいろいろ賛否両論ねある中なんだけど、開発っていう観点から見ると今すごくいろんなものがここ10年で重なってこう起きているっていうのが札幌の現状で、だからなんか札幌市民の人はちょっとそこの部分をドキドキワクワク感でこう見てるのかなっていうのはあるよね。なんかなかなかこう変わりにくいじゃないですか、そういう大都市って。変わろうと思っても一気に変われないけど、うん、なんか結構こう全体的に一気に変わりつつあるので、あなんかこう、うん、本当に様変わりしそうっていう、ちょっとした変化じゃなくて、うん、ある意味全く別の街というか、いい意味で変わり映えしそうっていうのはあるので、すごい楽しみですね。うん、なんか開発するってもちろんお金もかかるしさ、うん、だけど街がこうにぎわっていくっていうことにもなるので、実はこうとても大切なんだろうなって。開発はみんな好きだよね、新しくなるし綺麗になるし、何かスポットが生み出されるのは、うん、まあ、商業地としての魅力も上がるからすごくこういいよねっていうふうになるから、結果として何が起こるかっていうと、やっぱ住む人たちの満足度が上がる、まあ簡単に言うといい街住みやすくなっていくわけだね。もちろん昔ながらのね街がいいっていう考え方もあって、それも大賛成ではあるんだけど、一般論で言うとやっぱり近代的に開発されている街の方が住みやすいって言われることが多い。
特にやっぱり商業地がやっぱり充実してるかどうかっていうのを重視する住民の人って多いような気がするんだよね。でそうすると札幌ってもともとさ住みやすいって言われる街ではあるんだけど、プラスやっぱその都市的なところで生活してた、例えば東京とか大阪でずっと生活してきた人たちも札幌行くと何もないよねっていうんじゃなくって、札幌でも十分そういった生活ができるよねっていうふうになることによって、いわゆるその人をその寄せつける魅力みたいなのが高まっていくし、もしかしたらその定着とかにもねつながりやすいっていうところもこうあるわけだから、でその意味では実は開発っていうのはただ街が新しくなって商業地区が大きくなるだけじゃなくて、住む人たちが定着しやすくなったり来やすくなったりするっていうような魅力、そうすると北海道の開発ってその意味ではすごく二重に強くって、うん、そもそも北海道ってさその物価もそんなに高くないとかね、いろいろこう食べ物が美味しいとかいろんな条件があって、まあ、気候の問題もあって住みやすいって言われることが多いんだけど、プラス街が良くなるとやっぱりその住みやすさに磨きがかかるってことになるから、住む町としての人気はもともとナンバーワンのところあるんだけどね、だからやっぱかなりこう強くなっていくんじゃないかなっていうのは意外とこう大きなところなんじゃないかなっていうふうに思うよね。いやそうですよね、こう鬼に金棒じゃないですけど、うん、なんかこう今までは環境面で季節面で、うん、環境面での住みやすさ過ごしやすさっていう意味で、うん、住みやすいって言われてたところに、うん、今度その利便性とか機能面でも開発が進むと利便性上がるってなると、もうなんかめちゃめちゃいいっすよね文句ないというか、もう本当に外からも人来そうですし、より一層人気な街になりそうですよね、うん、なんか自分が札幌に住んでるから言うわけではないんだけども、都市の魅力っていろんな観点があるからね、好き好きでいいと思うんだけど、一般論でよく人気が出るようなねその土地の魅力を語るときに一つ条件があるような気がしていて、それはいわゆる開発された都市、人工的に作られた人工物でガチガチになった便利な街っていうことと、自然が豊かであるっていうことの、うん、この隣接度合いが俺とても大切なんじゃないかなっていうふうに思うんだよね。で俺ここに住む前は神戸に住んでたんだけど、神戸ってすぐ裏が山なんだよね。だからイノシシが出てきてすぐ川でキャンプできるみたいなとこ結構いっぱいあったり、ちっちゃい川なんだけどあると、で海もあると、だけど港も開発されてて街もすごく大きくて商業地も魅力的なところがあって観光地もちゃんと来たのとかね、だからそういう風なバランスが結構徒歩圏内でこう体験できたりするんだよね。だからその海岸線の狭いところに街があったりするとその裏表があるっていうか、そういう風な感じでメリハリがこう強いっていう、でそうすると東京とか大阪っていう大都市圏って魅力的ではあるんだけど、自然との距離っていうのはやっぱりかなりあるんだよね。でそれに対する大対策としてやってるのは多分公園だと思うんだ。大規模な公園を作ったりとか、まあ、東京はそこら辺かなりね緑を多くしてるっていう印象はあるんだけど、大阪とか名古屋だと少しやっぱりそれよりも少ないのかなっていう印象はこうあったりすると、でそうすると札幌に来るとその観点から見るとすごいよね。大通公園にフクロウが出るっていうねリズムは入ってるみたいな感じで、町の一番中心のところにあんだけの緑豊かなものがあって、なんで緑豊かっていうと、それがいわば大通りだけじゃなくって周りのその自然とつながってるからそこに動物が来るんだよね。で札幌市でいうと中央区の中にスキー場があるっていうのはねネタでよくね話すことなんだけど、すぐ山があってで自然があるというような、まあたまに熊も出ちゃうけどね思いっきり出ます住宅街に一番ど真ん中の街でもやっぱそういう自然がすごく近いんだっていうこと。そうすると我々が住む上では街に買い物行きたいし、ショッピングもしたいし、開発されたところで仕事したいというふうにも思う一方で、自然とかそういうこう癒しみたいなものをね求めた時にすぐ裏にそれがあるみたいなね、まあ、場合によっては住んでるところもそういうとこですっていう人も多いと思うんだ。まあ俺もそうなんで郊外に住んでるので、すごく広くて緑が豊かでというか圧倒的な自然の中で過ごしてるっていう感じがあって、住宅地だけどね、だけど30分も車走らせればもう都心出ちゃうっていうようなこう生活をしていて、これができるバランスって実は全国見てもそんなにないかなっていう感じがする。でそうするとその住環境の豊かさっていうところでは単に開発されて便利になったよねっていうことだけではなくて、さらにそのメリハリの魅力が札幌ってすごくこう強くなるんだろうなっていう感じがする。でそうするとやっぱり札幌住みたいっていう人がなおさら増えそう、まあ、新幹線来るとね、心理的にもその本州とか東京との距離感近くなるので、そうすると飛行機の乗らなくても行けるんだってなると安心感を持って行けるよね。
まあ、そういう意味では住む場所としての人気はさらに上がるし、まあ、地価も上がっちゃうかなっていうのねあれもあるけどっていうのはねあるかなというふうに思います。ちょっとなんか長くなってしまってもいいんですけど、その住む町としての魅力はもう今はもう十二分に伝わったんで、なんかじゃあその働く町とかビジネスをする町地域としての魅力もこれからより上がっていくのかどうかっていうところのコメントもいただきたいなと思っていて、僕個人的にはやっぱ地方と都市部のこう接続部分にビジネスチャンスがあったりとか、やっぱ北海道の土地の魅力で1日でもう飛行機とか新幹線使えば函館と往来もできちゃうぐらい札幌との距離感もあったりとかすると、なんかその地方と絡めたビジネスもしやすかったりとか、都市部にこう集結した面白いこうベンチャーとか作るってなっても住みやすい上に働きやすさっていうところの魅力もこう備わっているのかなとは思ってるんですけど、その辺の魅力とかって先生なんか働かで感じることってありますか？一つ言うなら あるね、その企業 IoT を得意とする IT の会社の社長さんと、はい、札幌をねしていて、北海道札幌ってシアトルっぽくなれるんじゃないかなと思ってるんですよみたいな話をされてたことがあって、それはどういうことかっていうと、なんでシアトルがいいかっていうと結局住みやすいからなんですっていう話なんだよね。で俺札幌も確かにそうだなっていうふうにその同感したことがあって、住みやすいってことはビジネスをする上でとても大切、結局住みにくいところで仕事したいとは普通の人は思わないってことなんだ。つまりビジネスだけをやる街っていうのはありえなくって、ってことはそのビジネスに付随してプライベートの生活もそこでするってことになるんだよね。例えば東京に行くと、東京もすごくいい街だと俺思うし期待でも何にもないんだけども、例えば都心に通うためには電車長く乗んなきゃなんないなとか、まあ、職場の近くに住めないなとか、で電車乗ったとしてもすごく緑豊かなところで生活できるわけじゃないし、ひどいところも住めないなとか、まあ、そういうことがあるわけだね。まあ、公共施設がね豊かで開発してるっていうメリットもあるんだけども、そういうデメリットもまああったりするってことを考えると、札幌来るとさ、その自由度圧倒的に上がるよね。まあ、車持てるだろうし、車持ったらいろんなとこも行ける、休みとか余暇の充実さっていうのをすごくこう満喫できると同時に、都心に行けばしっかり開発されていて、いわゆるビジネスの環境が整っているっていうこと、ハード的にもそうだしソフト的にも。で札幌はまあ200万人都市なので、その意味での集積もある程度あるというふうになると、ビジネスを実現するフィールドとしては札幌ってちょうどいいその規模感っていうのもあるんじゃないかなと思っていて、で意外とそのビジネスとプライベートってさ分けられないのに分けて考えること多いんだけど、やっぱ住む場所の重要あの魅力って多分ビジネスをすることの魅力とこう直結するのかな。そうですで、もしかしたら今後は俺その時代がもっともっとこう強くなっていくっていうか、例えば北海道で道東に中標津って町があって、で中標津で例えばそのなんていうのこう働けるその人をその呼び込もうみたいな取り組みをしている業者さんがあるっていう話なんだけれども、中標津って毎日1本東京と往復飛行機してるんだよね。だから中標津で住んで、あの豊かな自然の中でめっちゃ美味しいソフトクリームとかいっぱいあるけどねだからあの中で生活していてプライベートも完全大開放の自然と、ところが家の中でインターネット一つつなげれば東京とつながって仕事ができるっていうことって普通にあるわけだね。それは中標津じゃなくてもあるんだけど、そうすると札幌みたいなところでそれに商業地もこう揃っていてみたいな条件が付け加わってくるわけで、場所の選び方、住む場所の選び方って変わってくると思うんだよね。でその意味での、その札幌のバランスの良さっていうのは際立ってくるんじゃないかなっていうふうに思っていて、だから今後はやっぱその住む場所とのしての魅力がビジネスを呼び込むための一つのコンテンツというか重要な要件になっていくような気がする。いや、その意味での可能性っていうのは、俺もまあ東京のね大学通ってたりとか関西でね大学行ってたりしてたので都市部いいなっていうのはあるんだけど、じゃあ戻りたいかって言われると、もうなんかそういうのはなんていうのかな、今のトレンドじゃないかな感はちょっとあるかな。そのこんだけ自然豊かでね、まあ俺は子供もいるし家庭もあるので、そういう環境に慣れ親しんでいて、わざわざ交通の便は便利だけど大人にとってはいいけどね、なんかこう自然の少ないところに行こうかなっていう発想にはやっぱなる。この豊かさ捨てられないんだよね。だからやっぱこういう生き方が今までさ、多分さ都市部で生きていくことがかっこいい、若い時はそういうところでいろいろ開発されたところで遊びたいっていうのが強かったと思うんだけど、今の若い人俺それ通り一遍とじゃない気がするんだよね。自然とか豊かさとか、なんか癒しとかね、そういうこともとても大切する、つまりプライベートをとても大切にする人たちって多いと思うんだよね。
で、そうするとこういう街が増えればいいと思うし、札幌はその意味での見本例みたいなところになるんじゃないかなっていうね。いや、めちゃめちゃ楽しみ。そう考えたらより一層北海道離れができなくなりそうな、うん、だからこそ結果としてそういう優秀な人がこう残っていくと、でその人たちが北海道のビジネスシーンを盛り上げていくってことにもちろんつながるわけで、うん、ここが重要だ、うん、そこに食い込んでいけるように頑張ります、はい、頑張りましょうすいません、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。本日もご視聴いただきありがとうございました。たくさんのコメントと質問をお待ちしております。ぜひチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。